どうも高井です。 0.1% のスーパーリッチの金庫番は 99.9% の国民の敵。租税回避のノウハウこそありませんが、租税回避の方法論というのはありますので、この本に書いてあることを紙にまとめましたので話していきます。方法は3つ。信託財団法人企業、まずは信託からまた紙にまとめたので話していきます。租税や債権者、規制から富を保護するための仕組み、金融的影響を及ぼす法的規制を通じて可能になる、所有権を3つの要素に分割する、義務を負うフューディシャリー、利益を享受する当事者は受益者と呼ばれる。信託には富の防御に有効とされてきた3つの特徴がある。1つは機密性。個人情報が守られているため公開登録されない。有効な不透明さがある。義務と法的責任に支配されずに所有権の恩恵を享受することを可能にする。2つ目の強み。企業や財団に比べ規制が少ない。企業と異なり法的主体として課税されない。信託財団は法的所有者、ウェルスマネージャーが住居する。法益に基づき課税され規制を受ける。ここに戦略的手段として重要な役割を果たせる理由がある。ウェルスマネージャーと彼らが顧客の代わりに保有する資産に課税も規制もない本拠地を提供する。顧客の財産が取引費用や順法コストで浪費されることをウェルスマネージャーが防ぐのに法的軽減やケースは有効。3つ目の強み。永久拘束金則の廃止と避難条項という新考案。信託とは財産に関する信任関係であると正式に法律で定義されている。ここで重要なのは関係という言葉で、私たちの私生活における関係と同じくらい法的に自由に行使することができる。信託は契約よりもはるかに柔軟性がある。次に財団という方法です。名目上資産拠出者は所有権、管理権、受益権を財団に譲渡する。だが実際には財団は富裕層に対し信託と比べてはるかに大きな財産のコントロールを認めている。信託だと不正となり法的に無効となる事項はいくつか認められている。財団設立者が受益者となることも理事会のメンバーとなることも可能。設立者は受託者の代わりに財団の財産の管理運用を指示する。設立者は自身の裁量で財団から財産を引き出せる。信託だと受託者からの分配要求がある。財団や企業は銀行口座を開設し契約を結ぶことができる。つまり ATM がいつでもお金を引き出すことが可能ということですね。財団は永久に存続可能。信託と比べて不利な4つの点。1つ目、信託よりも管理がはるかに複雑なため取引コストは余計にかかり財産の流出につながる。2つ目、多数の法益で財団は課税対象になり慈善団体ではない財団への資産移転に課税される可能性がある。3つ目、財産を所有する法人として財団は起訴を起こされたら破産する可能性がある。4つ目、財団設立には財団証書、会社定款のようなものが作成する必要になり本拠地とする政府課に提出しなければいけない。多くの富裕層が求めるプライバシーが損なわれることになる。次に法人企業という方法を話します。1720年に南海法師事件という深刻な危機が起きた後、法人企業の設立についての規制が厳格化され、その後ほぼ100年変わらないままだった。この間に多数の営利事業が信託を通して組織されたので、こうした事業は設立し、少々企業として知られていた。
19世紀半ばに法人企業を再び幅広く利用されることになり、20世紀を迎える頃には製造業の組織形態として主流を占めるようになった。もちろんそのせいで企業の利益がなくなったり、詐欺の発生が絶滅させられることはないが、企業利益に付随する取引コストを増やすことにはなっている。人気を保っているには次の3つから。第1、世間で広く認知されていること。法人企業は制定法により作られ、世界各地に存在する。多国籍企業が実証しているように、法人企業は世界貿易にとって素晴らしい手段となった。第2、企業が負債を抱えたり倒産しても、社員と株主は債権者に対し個人的支払いをする責任がない。第3、時間的制約がないこと。運転資金が続く限り事業を継続できる。以上の3つから、これらを引き受けるウェルスマネージャーの仕事は主に労働者階級出身者ってことですね。会計職って可能性もあるし、なので今のうちから多様性を考えた上でこういう仕事を従事するっていうのは 99.9% の国民の敵になりますが、それでもやりがいを感じているウェルスマネージャー多いので、一度見てみてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。